最初はすくすくのびのび園というところに通っていて、ポニー乗馬という形で馬と最初に触れ合い始めました。エクセレント号は2年前にオランダで自分にとって競技と合う馬とかの兼ね合いとかで一番のフィーリングだったり、そういうことが合う馬をとしてエクセレント号と出会いました。馬の魅力としてはやっぱり人間の心を察して気持ちを合わせてくれたりとか、他の動物とも違ってやっぱり馬は僕の気持ちも豊かにしてくれたり、そういうところがとても魅力なところだと思います。競技を始めたきっかけは、中学生の時に東京五輪が開催されることが決まり、そこでやっぱり僕が馬に今まで少しだけでも歩けるところまで進歩させてくれたので、この気持ちも込めて恩返しをしたいと思い気持ちになりました。パラ馬術の見どころとしては、障害があったとしても自分で足が歩けなかったりとかする人でも馬と一体になって前に美しくお互いにとコミュニケーションしながら競技に向かって挑めるところがとても見どころだと思ってます。馬と心がけてることは、普段の日常でも馬をとても愛したりだとか、そういう日常の中で馬に対して関わってあげることがとても大切だと思っています。馬は僕にとっての相棒です。普段のトレーニングとしては、体幹を鍛えるためにバランスボールに乗ったりだとか、そういう基礎的な姿勢を整える運動をしています。気持ちを切り替えることとしては、始まる前にやっぱり馬ともう全力で触れ合ったりとかして、もうやるぞってお互い言って、それで頑張るってことがとても気持ちを高める上で大切なことだと思ってます。食生活としては、母の手料理をいっぱい食べたりだとか、やっぱり食べることで気持ちも和らいだりだとか、そういうことも多いので、あまり考えないですけど、体重の方はできるだけ一定を保つようにしてます。オフの日とかはやっぱり馬が大好きなので、馬の本とかいっぱい漁って読んでみたりしてます。目標としては、係数2倍のところをもっと強化していったりだとか、今うまくできてない波足の基礎運動だったりだとか、図形の取り方をもっときれいにできることを心がけたいなと思ってます。東京五輪が延期という形に今なっていますが、その中でも馬を調整してさらにいい演技をできるように頑張りたいと思っています。世田谷区民の皆さん、パラ馬術を応援していただけるととても嬉しいです。パラリンピックの馬術は馬事公園で開催されるので、ぜひ見に来てください。